池上弁当、または池上藩法は、台湾の台東圏池上里で売られている駅弁で、同地産の米を使い、木箱に詰められているのが特徴である。悟る島池上藩法文化古時間便当表記の、校内の他の池上弁当店、池上悟る島藩法1930年代初頭、池上郷周辺には、土地の開墾のため多くの人が移ってきた。 池上弁当を生み出した李ア天と林雷富の夫婦も台北の三重区から移ってきて大鉄池上駅前に今日構えた。1940年、李ア天と林雷富は池上駅のプラットフォーム上で番書持ちを売り始めた。戦後、二人は月頭の葉で包んだおにぎりを売るようになり、これが最初の池上弁当と言われている。その後、リ夫婦の息子である 李定保が駅で働くようになったため、李夫婦はかつて天皇にも献上した実績のある地元の池上舞によるおにぎりを列車内で売るようになった。李夫婦は李定保の妻李陳雲におにぎり売りを任せるようになったが、李陳雲は当時列車の速度が遅く乗車時間が長いことを考えておにぎりではなく弁当を売ることにした。当時、月頭の葉の包みにご飯とろ肉、 たくあんつけ、焼いた、干し肉、豚レバー、赤新肉とタン餅、そしてエビセンと梅干しが入って1.5元であった。1962年には木箱に盛り付けられるようになり、現在見られる姿になった。その後、多数の業者が弁当製造に参入して、販売を競い合うようになり、他の地域にも広がっていった。しかし、大鉄の乗車人員が減っていくに従い、 弁当業界の規模も縮小していった。1999年には池上弁当の老舗が経営体制を改め、サトル島池上半宝というブランドを立ち上げて台湾国内でフランチャイズ展開を始めた。さらに海外の台湾人に故郷の味を提供するとして世界各地にも進出した。2014年、各位分と玉木、 超育人氏がニューヨークのチャイナタウンに池上弁当の店台湾熊屋をオープンした。彼らは台湾の弁当チェーン企業から経営ノウハウを学び現地の好みや放棄に順応させた。ホームでの販売については2010年代以降は大鉄の提示する権利金が高騰していることから存続が危ぶまれている。伝統的な池上弁当は池上さんの米を使い 木箱に盛られ、汁気がないという三つの大きな特徴がある。すべての池上弁当で、池上さんの米が使われているわけではなく、花東やそれ以外の地域の米を使っている業者も多い。しかし、池上は池上弁当のおかげで有名な米産地となり、観光名所にもなった。ABCDEFGH、シナージ池上弁当池上弁当的由来。 ライブラリー、e、t a i w e n s c h o l n e t o r g 2 0 1 7年3月7日閲覧池上名物、池上弁当、有名店を食べ比べベースイーツもフォーカス台湾 http コロンスラッシュスラッシュジャパン c n a c o m テイラーワッツトピックコラム2017億6 0三万1アスプックス流西起源。 月大便東風長報池上、関山タンク TV。tvbs、http コロンスラッシュスラッシュスドット t v b s c o m テイラー・ワッツ、ライフ、688,8252017年3月7日、閲覧。ab、シナハイ精神企業情報ウー、サトルるトと池上半法。www.wu-tau.com。U t 2017年3月7日閲覧。ないでこひもやくちと台湾美食難事才能進行やく自由評論網。http コロンスラッシュスラッシュトーク .ltn.com。テイラー・ワッツ、アーティクル、ブレイキングニーズ、170万1500号2017年3月7日、閲覧。虚、ただしひとし、木製反豪会、売れ。 台湾熊谷登る日文字美食戦乱。世界日報。https コロンスラッシュスラッシュ udn.com スラッシュニューススラッシュストーリースラッシュ6812スラッシュ17251492017年3月7の改朗。ミシャン、レガイア、エーミールイン、エーボックスアット台湾ベアハウス、ザ。 ニューヨークタイムズ、衣春0362から4331、https、www.neetimes.com、2016、05、18、ダイニング、台湾ベアハウス、ハングリーシティ、html2017 年3月7日閲覧。池上月大便等不値量大野隆没人票。tvbs。 https コロンスラッシュスラッシュニュース .tvbs.com テーラーワッツ、アザー、86,327、列車不定、旅客商月大便搭乗池上、関山優あたい、東森電子。https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ、V コール DJ パースック QDRK ハット、台東池上便等。 全美ゆき 089235114.tranews.com2017 年3月7日閲覧ありがとうございます。